皆さん、こんにちは。私の名前は大曽拓で、今は21歳。今、台南県に住んでいます。大洋大学応用日本語学科の学生です。大洋大学は小学県で、空気がすごいです。趣味は音楽で、好きな食べ物はラーメンです。友人関係で大切に考えていることは何ですか？友人関係は大学の重要な宿題です。大学では多くの友達です。友人関係はいいと思います。今練習しているものは何ですか？私が今練習しているものは寿司です。今、私は寿司ボランティアです。毎日楽しいです。好きな言葉は何ですか？私の好きな言葉は、人は自分自身を見ることが難しいです。人は自助に他人の欠点がわかります。例えば、この人は責任感がありませんとか、どうして彼はいつも他人のことを残っているのか。いろんな欠点がわかる。多分自身もその欠点がありますが、働きが続きません。私の趣味は本を読む、音楽を聴きます。大学の成績についてどう考えていますか？大学の成績はいいと思います。私の性格は楽天的です。私の好きなテレビ番組はドラえもんです。ドラえもんは面白いです。どうもありがとうございます。